日本放送キーステーション全国36局ネットで放送中。小栗旬のオールナイトニッポン。それでは続けて質問に行きたいと思います。はい、3つ目の質問はこちらです。この中で一番変わった人は誰？変わった人、変わった人、変化があったってことじゃないかな。その3年間で変わったってあった頃からもともと変わっている人もともと変わっている人でもいいでも初対面の時からこの3年間でなんかこう変わったなとかさ、なんかこんな変化があったなとか。まあでもみんな変わったよね。いやそりゃ変わったね。だから本当にその、それこそさっきも言ったけど、もう俺らこの最近さ、みんなで取材することいっぱいあるけど、本当にファイナルではね、翔太がムードメーカーになってくれたりしたし、なんかそういう意味ではいろんな変化がみんなの中であるしね。そうね。トントンのセクシーさっていうのもさ、やっぱり全然。セクシー。阿部くん今滑ったよ。それも滑った。俺でも微妙なのに。そうそうそう、危ない危ない。結構危ない。誰だろうな。いや書いてください。俺はもう書いたよ。じゃあよろしいですか。開けた。悩んでる。悩んでるみたいだけど。行っちゃいましょう。はい。はい、ということでね、いいですか。せーの、じゃん。ドン。お。あれ、マジ？おうほうほう。まずですね、3名翔太くんがいらっしゃいます、ね。はい、はい。松本さん、井上さん、阿部さんの3人がね、はい、翔太ということで。これは皆さん、それではどこがどう変化していったの、はい、教えていただきたいところですね。みんな変わったと思うんですよ。本当にそれぞれがそれぞれ変わったと思うんだけど、そんな中でやっぱ劇的だなと思うのは翔太かな。いやそうだね。現場の言い方も変わったし、なんかこうそれこそ一番最初一番喋んない翔太がパート2やった時にちょっとなんかこう親父ギャグとかをなんか言うようになり、でファイナルではムードメーカーになりっていう、こうなんだろう。だってさ、それこそさ、パート1やって終わったぐらいか、がちょうど翔太が二十歳になった誕生日だったっけ？花田始まる前に二十歳になったのか。そう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 。そんで花田入ってきたらさ、翔太お酒飲めなかったんだから。そうそうね。パート1の時は。そうだね、もうビール一杯でダメだったね。そう、一緒に行ったよね、なんかね。それから3年経ってさ、今は翔太がさ、飲み行こうよって言うんだよ。それだけでもすげえ変化だよね。確かに確かに。そうでさ、翔太が一回さ、俺今日行けるって言った日に俺もジモベロベロにされてさ。そうだね。うん、それだから自画自賛でしょ、一番大事パートワンで。そうそうそう。でみんなで飲んでた時に。ですよ。それこそ最初にさ、俺らさ、赤坂のさ、あのなんだっけ、居酒屋、わらわら、はい、はいはいはい。だっけ、うん、に4人で行ったのがその日の最初だよね。わらわらなんかいたんだ。最初俺と旬だよね。そう、二人で。あ、じゃあ、ドマドマ、ドマドマだ。えすったこの上のドマドマだよ。で、二人でいて、最後に旬が一人来て、みんなで4人でね。そうそうそう。あ、行ったわ。そう。思い出したわ、今。ドマドマに。その時はまだ飲めなかったんだっけ。いやいや、もう。ああ、でももう飲んで。でもその時もう飲めなかった。飲めなかった。翔太も飲めなくて、でも4人でね、F4 せっかくだから集まろうぜっつって、飲み行って、で飲んで、やってるところで、他にもみんなスタッフさんたちも合流して、そのまま別のとこ移動して、翔太が、あれ俺今日行けるって言い出して、俺らペロペロになったんだ、多分。懐かしいね。懐かしいよ。今となっては普通の光景だけどね、3年前考えたらね、普通じゃなかったからね。ちょっとさ、楽しもうかなって思ったんだよね。真央ちゃんに限っては飲めなかったんだから、昔は。飲んじゃいけない年だったんだ。そうだよ。18ですか ?18。ピッチピチやね。今も。今もだよね。それでそれで、翔太が、そう。まあ俺もこれさっと終わらせるね。これ俺自分で書きましたけど。どう変わったの？なんで変わっちゃったの？うん。何変わったんですか？なんで？
もう少しフレッシュだったな、俺。最初。おっさんになった。そうかな。そう？あ、そう。別に。もともとこう。まあまあ、まあ正直もともとおっさんだったんじゃないかな。ならよかった。さらーっと流れたね。で、翔太が、井上さんと。井上さん。あれ？いや、まあみんなも気づいてると思うけど、うん、まあ、最初の18から今おいくつですか？21です。これは女性としてと言いますか、なんかこう喋り方とか、本当？うん。でパート1の時に僕に喋って来てくれなかった。俺からもうそうだね。それはお前より多分原因があるんだけど。だけどそうだね、パート1の時はファイナル真央ちゃんと翔太が喋ってて、あんま見たもん、見てないね、確かに。パート2ファイナルに乗って僕の冴えないギャグにもなんかこう参加してくれるしっていう、ちょっとそう思うんですけど、どうですか？いや、そうだと思う、うん、でもみんなでいると本当面白いよね。面白いね。バラバラだしね。バラバラだね。バラバラだよ。バラバラの割にちゃんと集まるからすごいよね。うん、まとまるしね。うん、本当だよね。みんなキャラ全然違う。だって花壇やってなかったら絶対に仲良くなってないよ。人たちじゃない、みんな。そうだと思う。この間も新聞載ってましたね。昔は不仲だった。そこかいっていう。お、ということでね、ここでちょっと曲が入ってきましたけども、こちら僕がさっきご紹介したものですが、こちらはですね、あの、嵐ワンラブの初回限定版だけにしか入っていないところのみですね。そちらでもしよかったら聴いてください。僕がさっきご紹介した嵐で、ファイナルリミックス、フィート、ウィッシュ、ラブソースイート&ワンラブ、お聴きください。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中。小栗旬のオールナイトニッポン。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、小栗旬のオールナイトニッポン。さあ、ということで今夜は井上真央さん、松本潤さん、松田翔太さん、阿部剛さんの4人をお招きして花より団子ファイナル公開直前の放送をお祭り騒ぎでお送りしていますが、ここでラジオの前の皆さんからたくさんの質問をいただいてますのでご紹介していきたいと思います。ありがたいです ね、 ですね。こちら、世田谷区のラジオネームユニコーンから。ユニコーン、なんかよくわかんないけど、翔太くんのギャグは周りの雰囲気のおかげで面白かったです。それよくわかんない。まあわかんないですね。残念だけどね。残念だけど。分かってもらえないのに残念だけど、うん。でもね、本当に言うけど、やっぱね、さっきも言ったけど、これがなんかこう5人で集まったからこそできるね、雰囲気の一つじゃないかなと思います。うん。そもそもそうじゃなかった翔太だってね、そんな俺らの無理なあれに乗ってくれないと思うしね。うん。ありがとうって感じです。さあ、続いていきましょう。東京都ラジオネームしのぶから。しゅんくん、皆さんこんばんは。こんばんは。いよいよ公開まで2日となりましたね。公開とっても楽しみです。小学生の子供たちも一緒に見に行きます。同じメンバーで3年間作り上げてきた花壇、リターンズ、ファイナルを通して、皆さんが自分で言ったセリフの中で一番好きなセリフを教えてくださいと。こういうメールがありました。一番好きなセリフか。まあでもこれ翔太は結構ね、あの、決まってるんでね。そうだね。うん。このセリフね。俺何かな、俺もでもやっぱり間違ってるよかな。うん、うん、まああれはなんかこう好きなセリフっていうよりもみんなの思い出に深く刻まれたセリフ。俺結構旬のルイの元気でね、もうさあれね、面白いよね。ルイなまってなまったねっていうやつね。あの日も撮影大変だったんだよな。そうだね、うん。なんだろうなぁ。ファイナル、まあ、ファイナルだと言えないから、今までで言うと、うん、僕は本を読め本をが好きですね。うん、ハミングイエーだよ。ハミングイエー？でもやっぱ、ラストのさ、さっき被ったさ、ちょっと被った。被った。被ってた。まあいい、ない、ない。必死の時のさ、つくしに言ったさ、言葉をさ、